皆さんこんにちは。皆さんは街道という言葉をご存知でしょうか。昔の主要道路のことで、松阪市内でもいくつかの主要道路、街道が通っていました。四日市の日永追分から津松阪を経て伊勢へと続く伊勢街道、中林町の月本の追分から分岐し、長野峠を越え伊賀大和方面へ続く奈良街道、六軒町の六軒追分から分岐し青山峠を越えて名張から大和へ向かう八瀬街道、紀伊半島をほぼ東西に横断して松阪と和歌山を結ぶ和歌山街道、大和から津市美杉町田家を経て二垣峠を越え飯南町横野で和歌山街道と合流し、大石町で再び分岐して伊勢へと向かう伊勢本街道、この5つがこの辺りの代表的な街道として挙げることができます。街道沿いに残る文化財や民族資料を調べることで、多くの人々が行き来し賑わった当時の様子やその土地が経験した歴史の一幕を見ることができます。そこで今年度の松阪歴史探訪は、街道散策編ふるさとに残る文化財と題して、街道をキーワードにして歴史や文化財を紹介していきたいと思います。第1回目の今回は、松阪市内をほぼ南北に通り抜ける伊勢街道のうち、尾上町から六軒町にかけての間をご紹介したいと思います。松阪市尾上町にやってきました。私の後ろにあるのが市内北部を流れる雲津川です。川が松阪市と津市との境となっています。対岸は津市島貫町です。古くは小野の古江の私と呼ばれ、私船で対岸を行き来していましたが、その後橋が架けられました。橋のたもとにはこちら常夜灯があります。常夜灯は仏教とともに伝来した石灯籠の一つで、闇を照らすことから常夜灯と言われ、道中の安全を守る役割を持っていました。大きく刻まれている常夜灯の文字は、常に心の不浄を焼き払い家内安全を祈るもので、神仏に帰依するために検討することを意味しています。籠や馬から車へと交通手段が変わった今日でも、私たちを見守ってくれています。またこの尾上町内には行き交う旅人が多かったことから、宿屋がたくさんあったと言われています。昔はこういった宿を旅籠と呼んでいました。さらに北海道の名付け親として知られる松浦武四郎の生まれた家や武四郎の功績を後世に伝える松浦武四郎記念館などがあります。毎年2月の第4日曜日にはこの記念館で武四郎祭りが行われ、大変にぎわいます。続いてやってきたのが昼町です。今からおよそ
600年前、室町時代後期から戦国時代にかけて、三重県の中南西地域一帯は北畠氏に治められていました。その北畠氏に仕えていた佐藤氏の拠点がこの地にあり、その館がこの比留町にあったと言われています。ここが伊勢街道と奈良街道の分岐点、月本の追分です。ここから長野峠を越えて伊賀大和方面への奈良街道が始まります。そしてこの追分には伊勢街道で最も大きな道標と常夜灯がそびえています。道標とは行き先を示した昔の道案内の標識です。人々の旅が盛んになった江戸時代後期には、街道沿いの地元の人々の協力や寄付で各地に道標や常夜灯が建てられるようになりました。その頃にはこの辺りにも旅人の休憩所としての茶屋、煮物や土産物や、そしてからくり的や文楽などの娯楽施設が立ち並び、大変にぎわっていたと言われています。最後にやってきたのが六軒町です。この町は伊勢音頭でも歌われているように六軒茶屋として知られていました。また青山峠を越え名張を経て初瀬と続く初瀬街道がここから分岐しています。ここにも月本の追分と同じように立派な常夜灯と道標が大切に残されています。そしてこの六軒町から松阪市街方面一場小町にかけては格子戸などを残した風情のある町並みが残っており、伊勢街道に人が溢れていた頃を思い出させてくれます。伊勢を目指した人々で大変にぎわった当時の面影を残している町並みを比較的良い状況で見ることができます。皆さんも一度この伊勢街道を散策されてはどうでしょうか。次回は六軒町から嬉野広尾町にかけて通っている八瀬街道を紹介いたします。